私は国武豊樹と言います。50年以上前に九州大学で仕事を始めましたが、今また戻って高等研究院に所属しています。九州大学とベンチャー企業のナノメンブランとの産学連携で巨大ナノ膜の開発を行っています。生き物の体は細胞の集まりでできています。そして、 細胞は厚みがわずか5ナノメーター程度の細胞膜で取り囲まれていますこの膜の厚みはわずか分子2個分からできていて一番薄い膜と考えてよいでしょうこのような膜の構造は生物だけに見られるものではなく簡単な人工の分子からでもできます私たちはそのことを30年以上前に発見しましたその後ずっとこの人工の膜がどのようにしてできるか それを使って実際に役に立つものを作れないかなどの研究を続けてきましたこの幕では厚みとサイズの比率が100万倍もありますこんな人工膜も私たちが世界で初めて作りました皆さんは産業革命以来人間が消費する石油や石炭の量がどんどん増えその結果大気中の炭酸ガスの量が増え それが地球温暖化につながっているというニュースを聞いたことがあるでしょう。これは人類全体の課題です。炭酸ガスの量を減らすには、石油や石炭を燃やす代わりに、太陽光発電などをエネルギー源として利用することが必要です。また、炭酸ガスを他のガスから自在に分離する技術も必要です。私たちが開発した巨大なノ膜は、このような炭酸ガスの分離に、 役に立つと思っています私の研究歴は60年近くになりますそれでも飽きずに続けているのは研究が楽しいからです私が旧大工学部に入学した頃研究者として一生過ごす気は全くありませんでしたしかし4年になっての卒業研究で新材料の実験を始めた時その面白さに夢中になりました こんなに面白い仕事ならずっと続けたいと思い、今に至っています。科学や技術はずいぶん進歩しました。これ以上新しいことは出ないだろうと疑問を持つ人もいます。しかし、科学の歴史はそのような疑問が正しくないことを証明しています。若い世代による新しい考え方、新しい発見はこれからも絶対必要です。